はい、こんにちは、トールと申します。サマータイム連打の第15話を視聴しました。いやー、すさまじいバトルにあっと言わせるようなね、展開の連続でめちゃくちゃ面白かったですね。いや、これ本当にすごいですね。はい、まあ後半クールになってから、アクションバトルものになっているんですけど、もうものすごい満足感のある内容になってますね。そんな感じで、アニメ視聴者視点で今回の感想や注目ポイントの解説なんかについて見ていきたいと思いますので、よろしければお付き合いください。第15話はライトカメラアクション、そのまま直訳すると正面カメラ演技っていうことで、後ろが体育館にね、一幕の振る舞いにつながってくると思うんですが、いわゆるその本番開始的な部分ですね。はい、本番開始の全面戦争というとこで、学校の色紙を使った戦いが描かれたのが今回の15話になっています。はい、でやっぱりね、もう何と言ってもこれにつきますよ。もうバトルとしての見どころと満足度が高すぎましたね。自分は結構その勘違いしていたというか、見誤っていた部分があるんですが、もうね、正面衝突では勝ち目ないよね、大体勝ち目ないよねって分かってたんだけど、そう思ってるから、ちょっと絡めて的な戦略を立てるのは無理なんじゃないと、団結力は別のことに使わなあかんのじゃないと思ってたんですけど、ちょっと違いましたね。その今回の部分から反省点自体は結構少なかったんだけど、そんな中でもまあ言ったら、潮と一緒に情報を共有できたことによって、どうやらライフルであることなんかもちゃんと突き止めて、でその上でですね、その手形をハイネが感知してるからね、どうやら新兵をしっかりと殺すことにね、切り替えたことを見抜くわけですよ。そうそう、視聴者はね、ハイネの方向性が切り替わったことはもっと前から分かってるんだけど、ここで新兵がね、確信を継ぐことによって、ね、言ったら新兵をおとろにしてですね、戦うことになってきます。はい、バックにネズさんなんかを置きながらですね、逃げ回って、叩くってね、でまあ言ったらですね、ハイネもハイネでそれでちゃんと対応してきてるんですよ。よくあるのが、本当に敵側があんまり成長しない部分なんだけど、今回ネズさんを見つけられなかったことによって、相手にスナイパーがいることが分かってるっていう状態でハイネたち来てるんですね。ね、だからおそらくこれ肩車してるんですよ。スナイパーのライフルとか、あとは3点撃ちですね、縫い止めネイルガンの攻撃とかをですね、おそらく自然に肩車してもらうことによって、本体の影の位置を捉えられなくしてあるんですよね。そう、その歩くの億劫だからね、その優しい指でがね、担いでくれてるっていう図でもいいとは思うんですけど、ともあれ、スナイパーいることがお互い分かってるからね、おそらくその影しおりのボディを守るために、ハイネを守るためにね、指でがね、ひっついてくれてるんだと思います。まあ見た目めちゃくちゃ可愛かったんですけどね。はい、そんなわけでですね、まあその全サイドお互いの手持ちの駒を両方切り合いながら戦うんだけどね、でも単純にはいかないわけですよ。影見代はスナイパーの方を狙い、そしてですね、他の影たちは牛を追う、まあ新兵を追うという形になってきてですね、結構分担するわけです。やっぱりあくまでも新兵を抑えることに最重要課題とねしてますから、前回コメントでアランの心配する声が結構あったんですよ。捕らえられて人質にならないかってね、あったんですけど、まあ最終的に人質を取ってのやり取りっていうのは時間がかかるわけですから、そっか、新兵を倒しに来るとしたら本当に罠だと分かっていても迫ってくるのが一番ね、筋が通ってるんだなっていうふうに思うと、今回の作戦はうまいですね。でですね、その影見を単独行動させておいて、基本的にはしんちゃんをね、迫ってくる。でしんちゃんを守る側にはね、ネズさんじゃなくて龍之介がつくわけですよ。ここの分担もすごくて、でただここもね、ちゃんとハイネ側が上回るんですね。そう、2秒先を見て行動できる龍之介なんだけど、龍之介の動きっていうものを時間を超えて観測できるハイネが捉えてるっていうね、結果しんちゃんたちを守るために龍之介がかばいに行くところまで見えて打ち込むという形になります。これはそれこそ地下で戦った時はですね、2秒ほどずれとるからなって言ってたぐらいの、やり取りだったところから、ちょっと一歩進んでですね、学習して成長してるわけですよ。敵も成長するっていうところが絶望であり、そして面白い部分であります。でただ思っていた以上にネズさんがね、優秀だったゆえにですね、廊下のまあ狙撃しやすい場所にはこのね、出向いていけない形になってきました。はい、でね、何をしとるんや影見代はって言ったらね、ミオはミオの方でですね、こう手こずっていて、そう、
トキコノを使っているノラをですね、まあ影ノラを使われていてですね、それに対してちゃんと働きかけをしてくるんだけど、それはすでにね、影ウシオが書き換え済みっていうね、この戦略見せてなかったけど、手に持っていた戦略の応酬、ただ視聴者にも直接は見せてないんやけど、視聴者もそういえばこの手札あったよねっていう ね、ある程度納得のいく形で隠していた手札を切り合うっていうね、絶妙なバランスでね、攻防がかけていましたね。これうまかったな、すごいと思います。でですね、まあ肝心の場所としては最終的には体育館で迎え撃つというね、形になります。はい、密閉された空間の中でですね、逃げ場をなくして、まあ火を放つ形になっていて、でバックアップとしてトツムラを置いてるのもうまいんですよ。トツムラがバックアップとして攻撃をするんだけど、いざとなった時にその自分の拳銃を新兵側に移動させることができれば、はい、遠くからでも一貫コピーしてるもののオリジナルを消すことができることは前回分かってますからね。ですので、これしんちゃんの自殺用に持ってたんやと思うんですね。状況に応じてね、自殺できるようにトツムラの拳銃が使える状態になったと思います。トツムラの拳銃が消えたってことは、しんちゃんが持っていた銃を、実体化した時に銃として使えるようになりますから、はい、ここなかなかにうまかったです ね。体育館的に今 50m の範囲に入ってるので何の問題もないという、ところになりました。いや、うまかった。で、本当にあと一歩までハイネを追い詰めたんだけど、今度はハイネがハイネで、体育館の空気を丸々ね、スキャンした後に消去をすることによって、体育館の中が真空状態に一時的になって、そしてですね、外からの空気が入ってくることでガラスがバラバラに割れます。ここうまかったですね。そうなんですね。で、さっきも言ったように、自分の肺の中にはしんちゃんたちは空気が残ってるからね、大変なことにはなりませんし、宇宙空間じゃないので、それこそ中の空気が出ていってみたいな大きなことにもならないわけですね。すぐに体育館に空気が入ってきますから、ただ一時的に息が吸えないような状態になるところね、面白かったですね。この辺りのやり取りめちゃくちゃ面白かったですね。そうなんですよ、燃える情報っていうのは、その炎は情報というよりは酸化現象なんで、何を燃やすかっていうところの、影ごとデータを燃やすことができたんだと思うんだけど、実際の空気がなくなってしまうと、その激しい酸化現象である炎が使えなくなってしまって、なかなかにね、これは面白い攻防になっていたと思います。で、しかもそこだけじゃないんですよね。しんちゃんっていうのは撃たれてしまってたんだけど、頭を撃たれてないんですよ。おそらくこれ死ではない、しんちゃんの頭を撃ち抜くことができたと思うんだけど、先に牛を殺してしまえば最後の最終ループめちゃくちゃ楽々にこなせるから、そう、やっぱり牛とだけは戦いたくないんですね。で、これをこなすためにしんちゃんをですね、即死しない形で体を狙っちゃったと。で、体を狙っちゃったところに対して、しんちゃんはそこは自分が即死させられない可能性を考えていたので、防弾チョッキを、してるって、ここもね、危険な賭けではあったんだけどね、即死を回避できるという危険な回避だったんだけど、これに勝ってですね、結果的に誰も死なずに乗り越えて、しかもですね、影身を手に入れたという形になってきました。いや、これすごいですね。この攻防めちゃくちゃ面白かったですし、で、バトルとしての見応えもね、やっぱり牛とシデがね、いることによって、バトルものとしてのその映像美の部分のね、楽しみ方もできたんで、これはちょっとね、なんかね、劇場版のバトル見てるみたいなね、そういう感じがありました。やっぱり総合的に本当にいい攻防をしていて、おお、なるほど、そうきたかっていうね、バトルもので、普通のバトルものやったら、その決め手になるような一手っていうのをこの短時間の応酬してるんですよ。いや、これは見応えがありましたね。面白かったと思います。で、あとはですね、一応いろいろ情報としてね、示されたものを押さえておこうかなと思いますが、リープの限界値についての話が出てきましたね。今回6時40分にワープしてきてね、まさにサンドイッチにね、その包丁を入れようとしていたね、その瞬間でありましたね。はい、危なかったですね。何が危なかったのかわからないですけど、一応ですね、限界値っていうね、観測限界っていうものが迫ってるっていうことが、示されました。映像でね、書いてくれましたね。今が7月22日の7週目になってるんだけど、時間は7時20分、前回は、7時55分にね、死亡したっていう形になっていてですね、で、限界値っていうのがワープした時間なんだけど、リープした時間、18時40分なんだけど、これが徐々にですね、迫ってきていると。ただ限界値っていうのはゆっくり進んでる、実際の時間の流れもゆっくり進んでるからね、長く長く生き延びていけばいけるんだけど、むしろバックアップになるわけですよ。
ね、でも早く死んでしまうとですね、ね、それは限界値を超えて戻ってしまうことになって、崖の下に真っ逆さまという形になるみたいです。で、まあこの現象自体はその細かい部分は気になる部分はあるんですけど、ね、とはいえまあそういうもんやと、ね、思った方が良さそうではあります。そう、なんか自分は観測時間が長い方がある程度の情報量を持って遡れるんやとするとですね、ちょっと違うイメージではあったんですが、ともあれですね、ここで気をつけておかなきゃいけないのはですね、まあこのままそのリープ的に考えるなら次のね、ちょっとメタ的な話になりますけど、今回まあ乗り切ったわけですよ。で、18時40分のラインを乗り切って、前回の死亡ラインである7時55分をね、最後乗り切っている時計が出ているので、9時頃の時計が出てましたので、で乗り切ったんやとすると、でもまあ限界値がゆっくりゆっくり近づいてくるんやとすると、次死ぬのは本当に真夜中の変な時間になってしまう可能性なんかがあって、でだとすると、ね、今回の7周目っていうのは24日まで生き延びれるかもしれません。24日まで生き延びたら限界値がどん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 やっていくので、こう8週目でちょうど23日の朝とかになるかもしれません。いや、まあ7週目で全クリする可能性なんかもね、あるとは思いますが、ともあれ、まあ、メタ的に見ると面白い設定ではありました。あとですね、まあ光っていたのが連携プレイなんですよ。これはもちろん掛川の連携プレイもすごく良かったと思います。シデとそのね、ハイエンに関してはですね、それぞれの持ち味を生かしながらフォローし合って戦っていたんで、いや本当に最強でしたよね。あとまあ単独行動するニオのスペックもかなり高いことが分かりましたが、やっぱり今回やっぱ勝負としては久しぶりに勝ったわけですよ。言ったらあれですよね、その影しおりとの戦いで勝った時、コバマートの前でね勝った時以来の勝利なんじゃないかと思うんですけど、ともにですね、やっぱ味方サイドがすごく良かった。そのメインとなって新兵を守ってくれるのがね、龍之介であって、そしてですね、バックアップとして戦ってくれるのが、ね、根津さんって、この2人がね有能すぎるんですよ普通にね。まあ油断するとね、すぐ お姫様抱っこしだすからね、ちょっとね気をつけなあかんんですけどね、前回空まで飛んだのにね、まああとね抱えられてるんですけど、まあそれは置いといてですね、そんな根津さん、スナイパーの根津さんを助けるための部隊として3人が配置されている形になりました。ここも有能なんですよ。ネズさんを潰しに来ようとしたら機動力の高いやつか物量で攻めてくると思うんですが、そう、機動力が低いやつやったらネズさんのスナイパーでねいられてしまうので、ね、それに対して、ね、基本的には物量的にめちゃくちゃ強いトキコがね、野良影を操ってですね足止めするわけですよ。大事なのは足止めなんで、でそこに対してその野良影を操れるトキコ自身を攻撃してくるやつに対してですね、はい、ソウ君とミオちゃんがまあ倒してですね、まあ、今回で言ったらネイルガンで影身を確保したというね、そういう形になってました。まあ良かったのはね、トキコさんがねがっつり強かったことね。そう、野良影をしっかり操りながらね戦った、そしておとりの役目もしっかりしていたのが良かったと思います。やっぱりね、その地下で出会った時もそうなんだけど、伊達に影を刺激してですね汚れ仕事をずっと続けてきたわけじゃないんですよ。この辺はちょっとそのソウ君との経験値の違いが出てきた感じが ねあって良かったと思います。いや、トキコさん強いですね。はい、まあ、若干ミオちゃんに対するねその友情がちょっと怖かったんですけど、はい、あとですね、自分の良かったポイントとしてはここですね。龍之介状態になってるヒズルさんとまあ影武将たちがすれ違うシーンなんですけど、ここがね、この後のシーンがこうなってるんですよね。これって一瞬僕しんちゃんかなと思ったんですけど、しんちゃんではなく龍之介で、龍之介が銃を構えてる描写になっていて、これってつまり2秒先の世界を生きている龍之介の姿をヒズルさんが聞こえないんだろうけど後ろから見てるというね、そういう状態の描写になってて、ね、これ何を表してるのかっていうと、そのこの後にハイネがそれを観測できてるんやでっていう描写につながってくるんですよ。で、その描写につながってるからこそここで書くことは自然であって、ね、だからこそこのヒズルさんのありがとうっていう、龍之介にかけた言葉を視聴者も聞くことができるって、ね、なかなかエモい展開に、なっていたかなというふうには思いました。はい、もちろん別の意味もあるかもしれませんが、僕はこの絵作りなかなか良かったと思いましたね。
あとですね、まあその影美桜ちゃんを勧誘する形になると思います。はい、お母さんの声を聞こえなくして、はい、ここ3点ね、あのネイルガンで打たれてしまってますので、全く動けない状態ではあります。で、まあ美桜ちゃん自身の許可も得たのでね、お母さんの声を聞こえなく、ね、ハッキングすることによって仲間にすることができるんじゃないかというね、そういう話です。2話ぐらい、2話の時にですね、美桜ちゃんが2人でお得感あるっていうねコメントに対してね、いや和解できればあるいはみたいな感じで自分はね盛り上がってた記憶があるんですけどね、いや本当に美桜ちゃん2人でお得感ある展開になるとは思わなかったですね。いやこれは良かったですね。はい、いやまあね、あまあ美桜ちゃん自体影美桜はちょっと特殊個体っぽいんですよね。影美桜から影が生まれていた みたいな、描写もあったので、仲間にできたらうまい、美味しいかなというふうにも思いました。まあ、全然関係ないんですけど、その美桜ちゃんは新平さんにあげるので、その影美桜を私にくださいって言いそうなやつがちょっといて、ちょっと怖くはあるんですけど、まあそれはそれとして ね置いといてですね、まあ後ろの力を使うことによって影を仲間にすることができれば、影の能力っていうのが、使えると思いますし、また影美桜が聞いていた声がどんなものやったのかっていうところを改めて聞けるので、ここは大きいなと思いました。あとちょっと余談ではあるんですけど、サマータイム連打の最初のキービジュアルがこれなんですよね。で、これでよく言われていたのが、あれこれ影見ようやんって、え、これ全部影なん、どういうことなんって結構話題になってて、まあ僕はあんまりそういう系の情報は触れないようにはしてたんですけど、ね、でもこれ、その今回影美桜が仲間になるんやったら影美桜がいてもいいし、ね。で、当然のこととして、あれじゃあ美桜ちゃんはっていう話になるというふうに思いますが、で、だとするとですね、今までのペンダントのケースを考えるんやとするとですね、でこの美桜ちゃんは本物の美桜ちゃんで、この包丁に影美桜が化けてるとかいう展開はあるかもしれません。ね。あの、状況に応じて影分身みたいになって戦うことができるかもしれません、ね、でそうすると、まあ、もしそれが本当だとすると、その、ね、アニメ勢があれこれ影見ようやんみたいな、ね、どういうことなんみたいなことを言ってる時に、なんかその原作知ってる人は、そのこの包丁が実は影見ようちゃんやったとすると、うん、そうです、それは影見ようやでみたいなね、そういう言い回しをしてニヤニヤしてたのかしれないなというふうに思うとですね、で今回ある意味のね描写回収になってるのかなみたいなことをちょっと思いました。はい、まあそんな感じですね。いや影見を勧誘できたらなかなか展開としては熱いというか面白いですよね。そんなわけでですね、まあ今回も熱いバトルではありましたが、ただまあ今回やっぱり強く思ったのは、黒幕であるハイネサイドの事情みたいなものですよね。これはまだまだちょっとわからないですよ。今回言ったら多分最大戦力できたと思うんですよ、ハイネたちはね。温存しとく理由あんまりないですから。でだとするとですね、まあみんな期待したと思うんですよ。あれってことはね、あの人が来るんじゃないってね、多分期待した人いると思うんですよ。そう、彼がね、ヒズルさんが見つけたあの船着き場のおじさんがね、来るんじゃないかと思ってたんですけど、探したら来なかったですね。いや残念ですね。皆さん期待してたんじゃないですか、船着き場のおじさん。はい、まあという冗談を置いといてですね、しおりちゃん自身はやっぱり出向く必要があるようです。ハイネのところにいて、そのね、のんびりしとくことはできないようです。やっぱり細かい指示をこのしおりちゃんじゃないと出せないっていうね、状態もあると思いますし、またその守り手としてしでと一緒にいる必要が、あるみたいなんで、影しおりはあくまでもね、ハイネは一緒に行動する必要があるみたいです。で今までね、母の声と言われるその影を操る声を飛ばしていたんだけど、それをね、まあ言ったら牛尾がですね書き換えてしまう可能性がありますので、はい、そういう意味ではなんか影の特性もまた ねで見えてきた部分ではありました。そして影たちがハイネのことを母と呼んでいたんだけど、でも母もあのハイネもまたですね、この子に決めたんですってね、この子に決めたからね、パパとママと一緒に帰るんですって言っていたので、ハイネ自身が持っている事情ですよ ね前回の14話で書かれたような事情がハイネ自身にね昔あって、ね、そこから何か、過去にとらわれているのか、それともそもそも影っていうものがそういう宿命にあるのかという ねところでですね、ちょっとハイネがかわいそうに見えてきましたよね。この時の今回のね、その涙ながらにやめてって言ってるハイネっていうのは、なんとなくそれこそね、コーバマートの前で戦ってね、しんちゃんにお兄ちゃんになってよって言っていた時のしおりちゃんっぽくてですね、ちょっとこの事情をね、気になる部分でありました。ね、ともあれですね、まあ莫大な力を持ってることをね、わかりましたので、はい、要注意ではあります。ね、いざとなったら空気丸々消してしまうぐらいのね、能力を持ってるというところなんで、今後これはちょっとね、気をつけていく必要があります。つまり密閉空間が有利とは限らないですね。はい、皆さん覚えておきましょう。
あと市での中に人がいるみたいな描写がありました。そう、結構その市で自体が謎だったんですけど、影って基本的には影からその自分のね食べた分の肉体量みたいな肉の量を使って、ね、言ったら 3D 情報として人間を生成しているのが影なんですよね、うん、でもこの市での状態ってまるで中に本物の人間の肉体があって ね、そしてなんか周りをコーティングしてるみたいに見えるわけですよ、うん、影の逆っぽいですね、なんとなくね、ってことはなんか市でが普通は普段は人間に化けてるんじゃなくて、そもそもこの島にはもういないとされてる人間の肉体の上に何らかの情報をかぶせて存在してる可能性なんかも、あるかなとは思いました。もちろん普段はそのかぶせてる情報をコンパクトにね、しまい込むことによって人間として振る舞ってる可能性なんかも十分に、あるとは思いますが、ともあれですね、ちょっと自然についてはね、注意深く見ていく必要がありますね。はい、まあもしくはですね、単純にこのね自然の正体っていうのはあの場所にいなかった船月間のねおじさんというね、パターンもあると思います。ただもしその普通の影じゃなくて人間の肉体をベースにしてるんやとすると、やっぱり食事がいるわけですよ。影とは違う食事が必要になってきて、情報として食べる以外の必要になってくるんやとすると、今回のね最後のそのハイネとシデがお互いお腹空いたって言ってたじゃないですか、ここはちょっとなんかしんみりくる部分があるなとは思いますね。ハイネはなんかハイネの本能としてのお腹空いたなのかもしれませんし、シデはもう何か食べれる状態じゃないのかもしれないっていうところでね、自分はかなりインパクトがあるなと思いました。はい、そんなわけでですね、サマータイム連打第15話について感想考察注目点なんかを、気ままに共有させていただきました。いかがだったでしょうか。皆さんのね、気になったポイントなんかもまた教えていただければと思いますし、いやーちょっとね影見ようが仲間になるかもしれないと思うとなかなかに胸が熱くなるね、展開だなというふうには思いました。はい、皆さんのご意見も教えていただければと思います。まあちょっと今回は考察なんかねそんなにできなかったかなとは思いますが、十分に楽しませていただきました。ではではご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。失礼します。